はい、さい、ワイド、ワイド、ワイド。5月31日月曜日です。5月最後ですね。時刻は午後7時になりました。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化である闘牛、牛尾羅生について語っていく闘牛情報バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、伊波大使がお届けしていきます。よろしくお願いいたします。まさとしは3週連続休みです。はい。まさとしは、浮原まさとし。3週連続、なんで来たかな、もう、言い訳もないんだよな。面白いね。5月17日、月曜日。まさとしからの LINE。今日休むね。また来週。5月24日、月曜日。今日まで休もうね。そして今日、LINE 来ました。今月は休もうね。っていうね。はい。どんな？ということで、もう、マスター氏もいませんので、はい、今回も、もう、レギュラーになってもらいましょう。この方に来てもらいました。はい、自己紹介お願いします。はい、皆さん、こんばんは。山城舞子です。はい、舞子来ましたよ。はい、伊波闘牛組合、山城仁さんの長女。はい。もう、ね、私がじゃあ、レギュラーってことでいいですかね。じゃあ、本当にこのライン、このライン見せたい。これ俺もう、Facebook 上げようかな。超シンプル。はい。今日休むね。また来週。5月24日、今日まで休もうね。先週は今日まで休もうね。なんだよ。で、本日来た LINE が、今月は休もうね。だからね。はい。面白いでしょ。面白いですね。もうあれのね、で、3週連続これ返信も返してない。それに返さないのもちょっと面白い。普通は OK とかあるさ、こんなのもう返しもしなくなっちゃう。じゃあ、はい、既読みたいな感じなんで。そうそう。はい、もうね、去年の言い訳特集が面白かったからね。本当にね。もう今は言い訳なしですね、じゃあね。うん。体調がおかしくて休みます、待てよ。はい。で、体調がおかしくて休みますっていうのが、これがね、2019年の4月の明け、うん。体調がおかしくて休みます。その翌週、今日は休もうかな。喉痛いからさ。デジ、いっぱいあるよ。なんかね、もう、デジなんかちょくちょくこういったのをみんなに見せたいぐらいウケるわけよ。本当に。前は、今はもうじゃあその理由もなく、欠席連絡のみと。はい。まさとしさん聞いてるかな？私レギュラーになっていいですかね？で、もうで、闘牛大会も、緊急事態宣言になってですね。はい。いろいろ変更が出てきてるわけよ。おうおう。変更、まあ、今のところ6月20日までか、緊急事態宣言。そうですね。今のところね、まあ、今後どうなるかわかりませんが、6月20日までと。はい。いうふうになっております。うん。で、6月って実は毎週入ってたわけよ、闘牛大会。うん。毎週だったわけ、毎週。入って、はい。で、もう6月6日に予定されていた、フルゲン闘牛組合結成30周年闘牛大会が、はい、これが変更になりまして、お、7月3日です。7月3日。はい。すごいよ。3日って何曜日とも。え、日曜日じゃないんですか？ちょっと待ってください、ね。そうよ。え、土曜日？そう。ん？3日が土曜日なので、なんと、土曜日ナイターでやるそうです。あ、はい、ナイター、石川多目的ドームでナイター。じゃあ、うん、なんで4日にやらないとと思ったでしょ、うん、4日は4日でまたもともと大会が入ってるわけ。あ、入ってたんですね。はい。お、じゃあ連チャン？連チャン。お。大変だよ。だってナイターで、やって3日に。うん、で、4日に、普通の時間でやる。はい、そう。ね。あんまり間ないですね。ないね。ああ、だからこれ大変なんだよ。ナイターって久々だね。ナイター大会、いつ以来だろう。4年ぶりとかぐらいかな。ナイター。あれはあれで雰囲気いいんだけど。ね。よく言われるのが、ナイターだと、うん、北部の人とか、はいはい、南部の人は、あんまり牛貸したくないと。うん、なんででしょう。ね、みんな自分たちの牛出すでしょ、うん、うん。うん。で、ナイターでじゃあ5時に始まったとしよう。うん、大会終わるのが8時ぐらいさ。うん、そっから、はい、ヤンバル戻って、牛の毛が治療して、牛を餌あげて洗ったりとかして、うん、祝勝会何時に始めるばと。何時かな、うん、?10 時とか ?11 時 ?11 時ぐらいからしか、お祝いこの数字ができないから、うん、あんま
あの、ヤンバルの人とかは遠いところは、あんま牛化したくないんだなって。まあ言われてみたら確かにそうだよね。そうですよね。うん、あそこに時間もかかるし。そう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 。ですよね。うん、そうか。その時間考えると。だから今回、フルゲンのものに関しては、ほぼチューブで揃うんじゃないかな。うん。で、あの、先週言ってた、あの、なんかこう、アトラクションあったじゃないですか。うん、うん。何でしたっけ？あれも変更なくやる予定なんですかね。アトラクションがね、なんか1個は削られてたね。隔離機はどうなったんですか？隔離機はなんか、女性のものは、まだあの、ホームページ上には載っています。ありました？はい。なんですかね。気になりますけどね。隔離機。はい。実際やるんでしょうか。まあ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 。3日ですね、これが。峠が、まあ、あとは、これが本当にその時期に落ち着くかどうかよね。緊急事態がね。そうですね。それによるってことですね。うん、まあ、今のところは3日。今のところのナイターですね。そう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 。土曜日ですね。土曜日。ナイター闘牛大会、あれね、待ってよ、最後にやったのが、何だったかな、あれ何かでやったよ。いつの大会ですか？ 4 年前ぐらい？ 4 年前。あ、弥生闘牛ダービーの前日とかかな。うん。なんかやったよ。うんうん。で、昔はあの全国闘牛サミット沖縄開催の時の、にもナイターだったね、それが。おー。うん。夜もまたいいですよね。ちょっと雰囲気違って。そうそうそう。ね。雰囲気違って。あれだからナイターを最初にやり始めたのは八重山からっていう話も聞いてたけどね。八重山闘牛組合が、うん、うん、ナイターでやり始めたのが、ちょっとなんかそれがきっかけになったんじゃないかっていう話を聞いたけどね。なんかこう、あの、野球もそうですけど、デーゲームとナイターってちょっと違うじゃないですか。もうそれとして闘牛もちょっと違いますよね。で、夏場はナイターの方がお客さん、あ、今ドームで来てるからあんま関係ないかもしれないけど、涼しいさ。まあそうですよね。涼しいわけよ。わかります。うん。で、見てる方も、なんだろうな、酒飲んでも罪悪感ないし、なんかちょっとお祭りに近い感覚ですかね。うん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 。うんうん、だから、俺たちが多分闘牛見てた時、小学校ぐらい、うん、ナイターよくあったさ。ありましたよね。よくあったよね。うん、ナイターよくあったわけよ。あれって聞いたら、年間通して、あの当時って多分ね、40回から50回ぐらい闘牛やってるわけ。ほうほう。毎週日曜日やってイメージ。毎週日曜日、ね、うん。だから月4週と計算して、まあ、単純計算で48回12ヶ月って言ったら、うん、そうですよね。まあ、だから50回ぐらいあるわけよ。ほぼ毎週やってた。ほぼ毎週。ね、で、あの時牛もいっぱいいたし、うん、どの組合もイケイケだから、うん、はいじゃあ、今度6月何日は伊波闘牛組合がやります、うん、その翌週はやけら闘牛、はい次石川とかいろいろみんな場所を取り合うわけよ。はいはい。で、もう日曜日では枠がないから、土曜日やったってよ。あ、あ、そういうこと、うん、それもあるって。もう日曜日ではもう全部場所抑えられてるから。すごい。だ今回もそうさ、フルゲン闘牛組合も。そうですね、うん、うん。4日がダメだったから、うん、あれも入ってるから、翌週も入ってるわけよ、実は。あ、そうなんですね。4月11日も入ってしまってるから、うん、だったらもう、あんまり伸ばすのも良くないし、うん、じゃあもうナイターでやるかっていう策だと思う。なるほど。じゃあ、4日と11日も入ってる。日曜日は4も11も入ってるんですね。入ってる、入ってる。うん。なるほど。じゃあこれを、なんで18でいいさとかって思うかもしれんけど、うん、それはそれで何が出てくるかというと、うん、8月の第2日より夏の全島闘牛大会もあるわけ。あー。はいはい、うん。で、7月の頭に戦った牛だと、うん、どうにかこの1ヶ月ちょいで、はいはい、まあ夏の前頭にも調整が間に合ったりするわけです。うん。でも7月の後半になってくると、はい、もう2、3週間では次の前頭にっていう調整ができないから。あ、そっか。だからなるべく7月の頭にやりたいな。やりたいんですね。っていうところも。そう。だから6月がちょっとできないとなると、ちょっとその日程調整が難しくなってきてるんですね。そうそう、難しくなってきてる。うん。うん、なんとか3日にできてほしいですね。だからもともと6月にやる人たちっていうのは、うん、ある程度、8月の全島闘牛大会出場も視野に出てたのか、うん、ね、見据えてやってるんですね、うん。6月勝てば全島に候補上がるとか。うん、そうそう。あと7月ってやっぱ暑いから。暑いわけよ。ねえ、わかります。暑い。牛もきついですもんね。暑い。あ、だから6月の20、最終日曜日は、
何日だっけ？最初日曜日は27日ですね。27か。うん。27は、アゲナ闘牛大会。あ、そういえば言ってましたね。うん。アゲナ闘牛場でやります。はい。これも時間がね、やっぱ野外だから少し時間ずらしてたんですよ。うん。3時じゃなかったかな。ほうほうほう。うん。やっぱこの牛の体調と、お客さんのことも考慮しながら。はい。これは今のところ変更なく27日日曜日ですね。そう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 。うん。アゲナ闘牛組合結成大闘牛大会、うん。結成したんですよ、アゲナ組合が。うん。はい、そう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 。ああ、だから闘牛がね、だんだん組合も増えてきてるし、あとはなんか若いメンバーがね、もっと増えてきたら面白いなっていう、ね。今って、こう、施工の方の年齢ってどのくらいですか？平均的に見ると。平均か。平均的に見ると。平均がむずいな。平均すると40ぐらいじゃん。40ぐらい。中盤ぐらい。お平均でったらよ。で、一番若い方でどのくらいの方が？18、19ぐらい。あ、若っ。結構若い。ちゃんと牛捕まえてるって20歳ぐらいかな。20歳ぐらい。うん。おー。それでも平均40って言ったら、やっぱりじゃあ50代とかが、でも面白い、この50代の人たちに、40後半から50の人たちに、今でも現役で施工してる人によ、うん、初めて牛捕まえたの、いつですかって言ったら、最初に施工やったのが小学校6年とか普通に言うからね。早っ。小学校6年の時に初めて牛捕まえて、で、中学校時の時に牛に吹き飛ばされてとか。武勇伝が出てくるんですね。もうなんか、中学校の時に牛に吹っ飛ばされてとか。そんな早くから？そしたら、周りから心配されなかったんですかって。いいよ、私の時はそうじゃない。飛ばされるくらいだったら、掴むなと。飛ばされるぐらいだったら、掴む。掴まなって。っていう。言われてた時代らしいよ。聞いたことない。うちの父いくつぐらいなんだろう。聞いたことないな、そういえば。早いか、昔の人が早いかもしれんね。まあ、ちっちゃいローカル大会とかもあるから。うん。ちょっともし、業務、ね、連絡なんですけど、山城仁さん、もしこの放送聞いてたら、LINE で答え教えてください。山城仁さん聞いてるの？聞いてると思います、おうちで。多分。ああ、そう。聞いてたら、うん、ひとしさん、LINE、私の LINE に答え教えてください。初めて施工したの何歳ですか？冠の由来聞いた、そういえば。あ、聞いてないかも。聞いてない。ね、冠般若とか。そうなんです。頭にしょっちゅうつけるんですよ。そう、前も言ったけど、冠般若はまだ元気だからね。うん。ねそれ聞いてびっくりして。うん、嬉しいですね。今もどっかで頑張ってるんだと思ったら。ユミナ、イラミナ、そう、海洋。うん。うん。元気、戦いに出ることはもうないかもしれんけど。うん。元気みたいですよ。気になりますよね。どこにどうなってるかなっていうのは。可愛がってほしいなんでね。あれは多分ね、最後まで可愛がられるはず。闘牛としての役目を終えたとしても、うん、今の牛主は、最後まで面倒見ると思います。うん、嬉しい、うん。そうなんだ。もうだね、冠般若。結構使ってますね、冠っていうのは。昔冠わしもいたよね。冠わしもいましたね。うん。それについても教えてほしい。聞いてくるの忘れましたね。聞いてるのかな？多分聞いてると思うんだけどな。多分 LINE が送るの遅いんで。LINE もやるわけ？ LINE も一応やってるんですけど、返信来るのが遅いんですよ。俺、キホさん、さっき Facebook に載せて、うん、たまたまこの記事見つけて、うわ、やっぱすごいなと思ったのが、1964年の、うん、三里の、松本闘牛場で開催してた全島闘牛大会の写真があったから、うん、これ Facebook 上げたわけよ。どこで見つけたんですか？これね、俺昔の新聞記事がいっぱい持ってるわけさ。これ見てごらん。ちょっと見てですか？当時の。ちょっと待って、ちょっと待って。1960年代の全島闘牛大会、これやばいでしょ。はこれ多分ね、人数的に1、2万ぐらい入ってるよね。うん、なんかちょっとパッと見ですけど、なんかオリンピックかなんかなのかみたいな。本当に。何事かっていうぐらいお客さん入ってる、多い。え？これすごくないですか？しかもですね、ちょっとこの写真見ると、うん、結構みんな、なんだろう、ぎゅうぎゅう詰め？そう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 。みんな肩組んでる人とかもいるし。パナマ帽みたいなやつね。みんな帽子も一緒で。これすごい人数ですね。もう人がなんか豆ぐらいにしか見えない。うん、これ絶対1万以上だよね。ですよね、うん、こんだけ多かったら。だから当時、本当にゆかり号全盛期の時に1、2万ぐらい入ったって言われてるから、聞いたらトイレも行けないから、うん、瓶持ってみんな。は？そこにするって？牛乳瓶とか。そんなに？だってこの最前列見てごらん。すいません、トイレ行きたいですって言って、絶対
トイレまでたどり着けんさ。たどり着けないし、戻ってこれない。もう戻ってこれない。うん、だからもうみんな。我慢するか、どんな時代時代ってよ、本当に。すごい人数。ね、この時、まあ、どんだけ日差し強かったかわからんけど、暑くても、水分取ったらトイレ行きたくなるから、ちょっと我慢とかもしてたんじゃない、こんな時代あったんだ。なんか、またこんな風に人が来るの見てみたいですね。もう木の上に登ってみたというかね、3、4メーターぐらい高さの木の上とかから。すごい。早い人は前日から場所取ってたっていう話も聞くからね。すごい。すごいよね。この人数はすごい。うん、今じゃ沖縄でこれだけ何かで人集めきれるかって、うん。そうですよ。普通のお祭りでもこんなにバーっては来ないんじゃないですか。ミスチルでも今こんだけ集めきれるかよ、沖縄で。ミスチルとどっちかって、どうだろう、ミスチルの方かな。ミスチルに勝つでしょ、これ。これ。あ、沖縄でだったらもしかしたら、沖縄のミスチルの動員数考えたらもしかしたらこの東京が上かもしれない。すごいよ。ミスチルを超えたとかって、今だとなるかもしれない。これすごいですね。どんな風にして闘牛見せてたのかね、ちゃんと音響とかあったのかな。見たらなさそうじゃないですか、なんかこの時代的に。何年ぐらいなんですか、これは。1964年。だね、この写真は。64年。うん。なんか全島大会もまた第3回とか4回とか、第3回ぐらいかな。うん。すごいですね。こんな時代あったんだ。ね。すごい。ドームもこのぐらいになる時が来たら。いやー、可能性あるよ。沖縄アリーナができたぐらいだから。ああ。え？もっと大きい。沖縄アリーナ見に行ったことある？あ、そこしか通ったことない。あ、もう絶対見に行ったわけ。あれはすごいよ。あれは、まあ、すごい。え、規模的にどのぐらいの大きさなんですか？それもちょっと私よくわからなくて。音楽イベントでは1万人。ほう。うん。あ、音楽のイベントもできるような感じなんですか？もちろん、もちろん、もちろん。音楽イベントでは1万人なわけ。で、スポーツ、うん、バスケットとかだと8000人。8000人。うん。え、コンベンションのあの一番大きいところ。うん。ぐらい。もっと大きい。ああ、もっと大きい。もっと大きい。ああ、じゃあちょっと想像できないかも。いや、沖縄アリーナは、ほんとにね、感動するよ。ああ、でもはやばいです。見に行きたい。あれをもう見て、バスケットの試合で、うん、みんなが、え、沖縄にすごいのができたと。もうね、アジアでもあの規模のものないはずよ。ええー、そんなに？うん。で、間違いなく、バスケットの会場で言えば、うん、まず今、日本一です。え？嘘？うん。え、そんなにすごいの？バスケットの会場で言ったら絶対もう日本一。確実。何枚ここに画像を見せよう。どれぐらいすごいかっていうのを。外からしか見たことないんで、中がちょっとどんな感じなのかが。最近できたんですね、あれ。最近。できて、どのくらいですか？ 2 ヶ月ぐらい。最初に試合したのが4月。4月、今5月終わるから、そうか、そしたら2ヶ月ぐらいってことですね。ほら、ここだよ、こう。あ、ちょっといいですか？なんか普通になんだと NBA みたいな。そうそうそう、だからみんな言うわけよ。もう NBA、うん、NBA じゃんってなってるわけ、うん。なりますよね、これ見たら。だから、あの、敵チームとかも、なんか、あの、沖縄に来るのが楽しみになってるわけ。へぇー。すごい。こんななってるんだ。すごい。すごい。行ってみたい。え、試合ってもう、今ないですよね、もう。試合はもう。終わっちゃったんですね。うん、終わって、うん、はい。キングスの試合はまた、もう、来年ということに。来シーズンですね。びっくりするよ。早くね。こういうやつ、こんなやつ、ね。あ、すごい、すごいでしょ。普通になんかもう、海外。すごい。海外って感じがする。うん、ほんと、ほんと。ね。あれをね、沖縄に作ったのがすごいよ。ああ、楽しみ。うん、じゃあ、来年見に行けるかな。あれでさ、今、この間までキングスの試合やってて、8000人収容でしょ、うん、で、コロナの時期だから人数を半分にして、制限して、4000人までしてたわけ。4000人もものすごい盛り上がりなわけ。で、今声出したら応援ダメなわけさ。感染予防で。だから、もう拍手とか。拍手は OK。とかしかできないんだけど、それでもすごいなんかエネルギー感じるわけ。ああ、もう4000人の拍手ですからね。あれが、来シーズンよ、コロナが落ち着いて、8000人入って、声も出して応援できるんだったら、やばいはず、なんかもう会場なんか、どんどんっていうかなんかグワングワンっていうか。敵チームがかわいそうなるぐらいやばいはず。ああ、そっか。そうですね。うん、
うちのうちが集まったら。そうそうそう。ああ、楽しみ。ぜひ。見に行きたいですね。そうかも、そう、試合がね、今ちょっと、なくなっちゃってるんで、思わっちゃいましたよね。そうか、来年にじゃあ。なんかドリカムもなくなったさね。ドリカムが6月にライブやるでった、今日。悔しいですね。それ考えたら、東急も、石川多目的ドーム、うん、もっとなんか、なんていうのかな、あそこの、最近ボクシングイベントとかいろんなのやってきてるけど、闘、うんうん、牛以外の使い方をもう少しいろんな形でできるようになったら、はいはい、なんかもっと上得なる可能性があるわけよね。ほうほうほう。俺モニターつけてほしいわけよ、モニター。あれ、モニター、うん、それもいいですね。確かに。モニター。あ、それいいですね。な、天井なのか、もしくは観客席のどっか一部かわからんけど、うんうん、大型モニターあると、うん、あれもできるさ、煽り映像みたいな。ほうほう、よく格闘技でも、うんうんうん、選手が入場する前に、はいはいはい、いや、まあ今回はですね、で3分も持たないんじゃないですかとかっていう。っていうのを牛の氏が言うってこと。そう、あと日々のトレーニングの、俺も映像編集していて。あ、それ面白いかも。あ、それいいですね。赤組より何々号入場ですの時に、バンとこの、はい。まあ、今回、これいいかも。一生懸命やってきましたので、はい。ちょっとバックが暗くて、そう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 、下から光当てるみたいなね。なんかいいですね。あ、いいかもしれない。面白そう。ね、その青い映像とか見せてから、また牛入れるとかね。ああ、うん、なんかよりなんかちょっと演出がついて、若い人にも受けそうなね。そう。ああ、それ、モニターいいですね。そしたら待っていう間も暇しないわけ。うん、確かに確かに。それはありますね。モニターがあったら、過去の試合映像とか、うんうん、今日の見どころみたいなのを流しとけば、うん、お客さんも、だって早い人って4時間前くらいから来てるんだよ。会場に前頭とか。早いなぁ。もう、4時間前から何かのために並んだこと最近ないでしょ。ないです、ないです。ないです。基本ないです。並ぶってこと。まず、うちなんちゃんもそんなのやらないじゃないですか。闘牛の場合は、チケット取るために前日から並んだし、うん、で、大会の時には、前頭大会は、12時開始でしょ、うん、早い人はもう、8時、9時くらいが確率いるから。早いかよ。で、その間やることないんだよ。そうですね。みんな何してるんだろう。だから、何してるんだろう。やることないけど、そういう風にね、モニター上がったらずっと楽しめるし、ね。確かに。そうですね。もうぜひ、それは実現させてもらいたい。うん。面白そう。どっかにいない？モニター屋さん。マジ？知り合い。あんなでかいやつ？あれ？いるかな？常設で。ねえ。平中ボクシングジムの方々がイベントやるときには、はい。それ用意してるわけ。へえ、あ、モニター大きいやつを？うん。で、モニター用意したら何が今後うまくできるかというと、うん、今の煽り映像もそうだし、うん、スポンサーつけやすくなる。おー。うん、なるほど。だから、ボクシングイベントでは、試合と試合の合間に、いろんな企業のコマーシャルをずっと流してます。うんうん、はいはいはい。うん、ああ、そうか。うんうん。映像で。はい。あ、いいですね。じゃあ、大会ごとに、今回、何々闘牛大会、スポンサーになってくれませんか、うん、いくら何万円だったら、ここに、うん。出せますよ。試合のたびに、何々っていう会社の名前出しますから、とか。はい、ああ、それいいですね。うん。結構あっという間に元取れんかなと思うぐらいで、ね。取れるんじゃないですか、まあ、あれがいくらかわかんないです。そのどでかいモニターがどんだけかは知らないんですけど。うん、でも、で、あれで自分の会社の企業のね、うん、宣伝ができるんだったら。うん。いいですよね。いいよね。あ、それいいかも。なんかこうなんか闘牛ならではの広告とかつくかもしれないじゃないですか。なんか。そうそう。よく、私の場合ですけど、なんか牛主に、よく宣伝、うん、なんか年賀状とかで来てたのが、うちの父にですよ。来てたのが、なんか、牛のひづめ削る職人さんいますよね。うん、はいはい、策定士。策定士の年賀状届くんですよ。うん、届いてたんですよ、うん。その年賀状っていうのが、すごいのが、ビフォーアフターで、これがこうですってひづめだけの写真が年賀状に送られてくるんですよ。ビフォーアフターでですよ。年賀状明けましておめでとうございます。うん、ビフォーアフターなんですよ。もう、明けましておめでとうございますね。次はもう、牛のに爪の写真。爪の写真。爪切る前。前。爪切った後。後年賀状。年賀状。誰だば、それ。誰の顔も雑誌もないんですよ。明けましておめでとうっていう、このお祝いの言葉と、ビフォーアフター。牛のひづめ。牛のひづめの写真来て、あ、これちょっと何と思って、こんなの年賀状見たことないと思って、私高校の時持って行ったんですよ、友達に見せるって言ってたら。友達に大爆笑されて、この年賀状何受け入れるとか言われて。これ今、どうにか探してほしいな。だからこの、
策定士か。策定士の方の、まあ、営業のこの年賀状だと思うんですけど、そういうのとかも、モニターに、見本を。モニターに、ね、はい。牛の爪を切るなら、そうそうそう。何々へ。お電話お待ちしておりますね。ビフォーアフターで、ね、この爪がこうなりました。そうそうそう。おー、あ、なるほどねって言って、牛ならではのこう広告できるじゃないですか。いいね。牛の立ち方も綺麗になりました、ね。あるかもしれない。そういうことにも使えるから、あ、いいですね。広告としてこう、ね、モニター利用するっていうのは。今までそうアナログな年賀状とかだったのが、うん、そういうデジタルなのね。デジタルで、ああ、策定士としてもいい宣伝になるな。っていうのを、ぜひどうですかっていうのを、営業をね、かけたら来るかもしれないです。だってね、いや、陶芸、私、みんな、昔からね、牛やってる人たちも当たり前すぎて、わからないかもしれないけど、結構やっぱあれだけのお客さんを呼ぶイベントって、すごいと思うわけよ。うんうん、今、ね、沖縄でイベントやるときに、1000人集めるのも大変なんだよ。うん、コロナ関係なしによ、うん。コロナの前ぐらいからでも、何かイベントやるときに、1000人集めるってなかなか大変なんだ、うん。しかも入場料徴収して、はい。闘牛って、牛10試合組んだら1000人は確率いるからね。1000人でも少ないぐらいなんだよ、大会としては。みんな2000人以上入れたいわけ。はい。大会。2000人、ね。2000人入れば、まあ成功ぐらい。うん、まあ、うん、カードにもよるけど、はい。前頭だと3500から4000に入るでしょ、うん、あれを、何のオープニングセレモニーもなしに、うん、牛だけで集めてるっていう、この凄さですよ。すごいですよね。うん。すごいと思います、本当に。で、入場料もかかるのに、無料のイベントとかでもこんなに集まらないじゃないですか。うん、そう、無料でも。来ないですよね。無料でも今、じゃあ石川ドームで、無料でイベント、招待しますと、3000人集めてくださいってなったら、なかなか難しい。多分ちょっと難しいかもしれない。それをね、女性2000円、男性3000円のお金取って集めきれるんだから、駐車場も少ないのに。そうそうそう。もうこれはね、あまり便利がないけども、来てくれる。これってね、相当すごいことだよ。うん、でしかも石川ですからね、うん、それをいろんなところが来てくれてる。これすごいですね。すごい。すごい。やっぱり、もっともっと楽しんでもらうためにはそういう工夫して、うん、若い世代とかにも、うん、でそのチューブ以外の方がもうちょっと来てくれたらなーって思いますよね。だね。那覇方面とか。そうなんですよ。ちょっと最近私ちょっと那覇の方に言われたのが、うん、石川をはっきりは言わないんですけど、ヤンバルだと思ってる人たちいるんですよ。那覇の方でですよ。わかります？石川って北部だよね。そうなんですよ。え、未だになと思う。ちょっと待ってと思って。うん、一応、石川って、チューブさ、ですよね。うん、チューブ。ギリギリ、チューブじゃないですか。もうなんか、ヤンバルの勢いで言われたんですよ。うん。え、違うと思って。まだいるよや。います。あれちょっとムカつくわけよ。普通に言われるんですよ。まだとっても遠いところだよねって、とってもって言われるんですね。俺たちさ、RBC で、はい。琉球放送、ラジオカーレポーターやったさね。やってましたね。で、俺たち石川から通ったさ。はい。ないと思う。で、那覇の人が、毎日とか大変じゃないとか。めちゃめちゃ言われます。いえ、あなたと違う思ってるよりも近いから。しかもなんかちょっと高速通ってるってこともあんまりちょっと分かってもらえてなくて、だいぶ遠くから来てるような感じで言われるんですよ。だから、ね、さ、ラジオカー呼んでみましょう。マイコー、はーい。私はですね、今、うるま市の石川に来ています。あ、今日ずいぶん遠くまで行ったんだね、とか、スタジオで反応するさ、りんたろーさんとか柳さんとか、はい、だいぶ遠くまで行きましたね。いやいやいや、そんなにほど遠くない。全然遠くない。うん、だからこれを、だからちょっともうちょっと石川って、このそんなにアクセス悪くないですよってことも宣伝しないと、那覇の人来てくれないと思うんですよ。そう。インター降りて、あ、すごいですよ、すごい。闘牛場ってそういった意味では、うん。それは自慢できる。ですよね。インター降りて1分です。もうすぐです、すぐ。公共施設というか、イベントやる施設で、あんなに便利な場所ないと思うわけ。ないですね。じゃあ、那覇のセルラースタジアムとか。はい。いやいや、やっぱ離れてますよね、インターからも。で、あ、沖縄アリーナ。アリーナは便利ですよね。インター近い。うん。あんな感覚。うん。ただ、平日、沖縄南インター、とんでもなく混む。混むね。もう出口、入り口、やばい。インターも、なんで那覇から南インターまでよ、うん、20分ぐらいで来れて、出るのに30分かかる場って時あるよ。わかりますよ。出口で。はい。激混み。
だけど、石川をね。石川で。そんなには困ない。石川の高速、あのね、ETC つけない人はもったいないです。石川の高速出口、混んでるのは、ETC じゃないところだ、ね。ああ、あの、一般レーンですね。うん。もう、あれ見るだけでも、もう ETC はつける価値あります。つけた方が。そうですね。一般は石川もとんでもなく混んでる。うん。だからこの ETC のレーンはスイスイ行けるってことですよね。行ける。もっとさ、最近この間から闘牛もいろんな飲食店もちょっとね、コラボさせてやったりしたわけ。うん、もったいないさね、1000人とか2000人お客さん来た後に、うん、そう高速が近すぎて、うん、そのまま帰ってしまうんですよ。ああ、そうかそうか、うん。そうですね。確かにそれはそうですね。でも、なんか石川にもね、せっかくだからお金落としてほしいから、うん、最近はヤギとそば太陽が、ね、闘牛大会の後には、これをサービスとか、うん、石川のラーメン屋元成さんは、うん、闘牛のパンフレットチラシ持参で、はい、餃子サービスしますよとか。おー、すごい。こんなのめっちゃやってるの、うん、前、なんかチラシ持ってきたら、うん、ラーメン一杯無料ですよ。え、嘘 ?3 月の大会。そう、証じゃない、うん、でもやるって言ってから、でもそれでも多い時でも19杯ぐらいでしたから。そんな来るんだ。5人できても5杯出すって言った。本当に、うん、太っ腹。すごい。まずは自分たちのお店を知ってもらいたいって言って。うん、だからそういうコラボするお店とかが、今まで、闘牛大会の日に、お客さんが混み合う場所。うん、はい。シーサイド。うん。シーサイドも闘牛大会の日には、お客さん終わった後多いって。あとどこですか？はい。どこが混みます？あとは。シーサイドと、あとその隣にある、島海産物店。あっちもみんなバター焼き食べたりなんか。うん。あと、石川だと空いてるお店がそんなに多くないから、はい。まあないんだけど、ファミリーマート、石川の上がり山のファミリーマート隣の蕎麦屋。ほう。ああ、あっちも混むんだ。バルビツか。はいはい、蕎麦屋。うん。あっちも、あっち夕方5時ぐらいまで空いてるから、大会終わった後に蕎麦食べていこうということで、あそこも、うん、うん。結構闘牛の恩恵があると。いうふうには聞いてるね。うん、ああ、そうなんだ。じゃあ、そしたら、やっぱその、こういうところありますよ、お店ありますよっていうのが分かってもらえたら、うん、行く人も行くってことですよね。そう。うん、ああ、それは、やっぱ力入れてやれば、まずこの、多分何回も言うんですけど、この、やっぱり、那覇から南の方って、あんまり来ないんですよ。石川に来ることってあんまないみたいで、うん、だいぶ遠くにも思ってるし、そうだね。俺たちが思ってる以上に、うん、那覇方面たち、石川に用事がないんだよ。ないんですよ。田畑知らない人もいますよ。田畑知らない人もいるわ。います。うん。田畑知らないっていうんですよ。びっくりしました。あんな大きくて。どこで買い物する場じゃあった。ですよね。何嘘を言うわ。田畑行ったら何人でも会うのにな。ですよね。何でもあるじゃないですか。やっぱ知らない人もいるぐらいなんですよ。だから、やっぱりその、中部だけで盛り上がるんじゃなくて、その周りの人たちも来てくれたらもっとたくさん来れるじゃないですか。うんうんうん、そこちょっともっと PR していったら。そうだ、だから、うん、県外に対しての PR ももちろんだけど、うんうん、はい、まずは県内もやった方がいいかもね、うん、どんどん。そうですね。まあ、特にこの県外の方、今ちょっと来るってことがなかなか難しい状況にある時こそ、うん、やっぱ県内に力入れる必要あるかなと。だから今日も問い合わせやってる修学旅行で、うん、闘牛見せたいんですけどっていう、うん、今日も相談あった。今年に入ってから、うん、修学旅行で闘牛見せたいっていうのは、うん、県内が増えた。へー。で、県外は、うん、内地は2月3月も全部キャンセルだった。これキャンセル。うん、でも、県内が出てきた。まあそうですね。修学旅行の動きとしても、ちょっと外にはあんまり出させられないか、内地行けないから、県内で何か体験できるものとかね、うん、見れるものないかなって探してる学校多いと思いますよね。そうそうそう。3月だったかな ?4 月あれ、紅葉高校。へぇー。紅葉、うん、紅葉な南部にあるだよ。ありますか、あそこが、来てたよ。修学旅行闘牛で。うん。あ、そうなんだ。うん、ね。やっぱ向こうには闘牛という馴染みがないから、みんな感動して、特に女性陣が、戦い終わった後写真撮影までするから、うん、さっきも戦ってた牛がこんなにおとなしいんですかっていうので、もう驚いて。怖がるとかないんですか女の子たち。あ、なかったですね。ないね。ない。あ、意外にそうなんだ。やっぱ、
大人私有地を選ぶから、こっちも。うん。戦い終わった後には、あ、触ってもいいよとか、うんうん、慣れてもいいよっていうの。ええー、そうなんだ、うん。それちょっと力入れていくと、やっぱ県内のこの、やっぱこの盛り上がってる人たちの輪をもうちょっと広くするっていうのはちょっと必要かもしれないですね。いや、ほんと。で、この番組、マイコと話してもらって35分。やばい。一回も CM 言ってないことに気づいた。はい、伊波大使の東急列伝。この番組は、やら東急ビデオ。東急ショップ、牛の島。居酒屋牛心。プティフール。おでん大吉。上村酒造。菊原工務店。徳の島。居酒屋よいよい。各社の提供でお送りしていきます。やば、35分だってようやく最初の CM。